シモーネ・シモンズはオランダのメゾ・ソプラの歌手。シンフォニックメタルバンド、エピカのリードシンガー。音楽に興味を持ち始めたのは10歳の頃。フルートや歌をそれぞれ1年習った後しばらくして音楽からは遠ざかっていたが、15歳の時にナイト・ウィッシュのアルバム、オーシャン・ボーンに衝撃を受けてから声楽を学ぶようになる。オランダのゴシックメタルバンド、アフター・フォーエバーのファンで、 その中心人物マーク・ヤンセンのガールフレンドでもあった。同バンド脱退後のヤンセンが始めたソロプロジェクトサハラ・ダストからヘレナ・イレーン・ミカエルセンが脱退したのを機に代役として加入。2003年新たにバンド名をエピカと改名し、以後ボーカリストとして活動している。夫、オリバー・パロ対母国語のオランダ語以外に流暢な英語はもちろんのことドイツ語、フランス語。 スペイン語などを流暢に話すマルチリンガル。また、美しい容姿と幻想的な音楽性でありながら、非常に気さくな人柄で、ファン、メディアに多くの支持者を有する。私生活では、ドイツ人ミュージシャンのオリバパロタイと2013年に結婚、ひ息くビンセント・パロタイを設けている。エピカ名義。ありがとうございます。